はい、えー、こんにちは。今回の気になる男シリーズの補足動画なんですけども、前回ね、あの、YouTuber としてやっていくためには、やっぱり他者との比較にさらされてるんで、他の人に興味持たないとダメだよとか、自分一人の世界じゃやっていけないよっていうことをお話しました。で、それをもうちょっと枠を広げてですね、今回はですね、YouTuber の適性を、 ちょっと測ってみていただきたいなと思いますて今回の動画にしてさせていただきましたやっぱりね YouTube 一本で暮らしていくっていうとなかなかね理想的に見えるところもありますが実際にやってみると自分にはちょっと無理だなっていうふうに退場する人がほとんどなんですよで私は退場せずに済んだ、まあ、YouTube に適性があった方なのかなとも思いますし自分が YouTuber 向けじゃないと思ったらそれを改善して YouTuber 向けにメンテナンスすることができたのかなとも思えるんですよで今回はあのやりたいこと をね、あの自分の人生の中でビジネスでやりたいこと例えば職業を選びたいとかあの世界を飛び回る仕事をしたいとかいろいろあると思いますけどもやりたいことをまずね考える前にうーん重要なことやりたくないことをねリストアップしてみてくださいってことなんですよで今回は YouTuber としてやっていくためにはこのやりたくないことをね明確にしていただきたいと、うん、そしてその結果 YouTuber を諦めるのか そそれでもねそのやりたくないってことを突破して YouTuber としての自己改革ですね自分を修正しながら YouTuber としての道を歩き始めるのかの参考にしていただければと思っておりますで YouTuber としてねやらなくてよくなったことっていうのは確かに存在するんですよで同じように YouTuber としてこれはやらなきゃなんないなと思うことも新しく生まれてきます 例えばサラリーマンやってる時には YouTuber の暮らしがどんなものなのかわかりませんよね。で、実際 YouTuber になってみると色々見えてくるんですよ。で、YouTuber を遠くから見てサラリーマン暮らしをしてる時にはサラリーマンとして嫌なことが YouTuber でやらなくていいとも思いますしサラリーマンとしてはできないんだけど YouTuber になったらできるなってことがいっぱい見えてくると思うんですよ。そうやって他の職業ってなんかね、きらびやかなものに見えてくるんですよね。特に転職しようと思う方には次の職業って 結構ね、不安もあるけども、期待が結構膨らむものだと思うんですよ。で、それは YouTuber の世界でも同じだと思います。で、ここでですね、私なりに振り返って、やらなくて良くなったこと、ね、これも挙げてみようかと思うんですけども、まずはね、そんなに多くないんですよ。やらなくて良くなったことって、出勤、これはやらなくても良くなりました。あと、上司や部下との付き合いもなくなりましたね。うん。で、組織を代表してるっていう、なんかね、 負担みたたいなななのもなくなりましたねでやっぱりサラリーマンしてる時って自分の行動が会社全体に影響を及ぼすんでやっぱりね立場ってものが生まれてくるんですよ少なからずねですんで会社のやっぱ看板に傷をつけないためにいいことはやれども悪いことは絶対しちゃいけないなとそれこそ交通事故すら起こさないように、うん、慎重に進める必要があったかなと思いますしそれによって趣味や自由な時間も多少拘束されたところはあります で、逆にですよ。YouTuber になったら、いろんなことから解放されるんですけども、じゃあ、YouTuber として絶対にやらなくちゃいけないことが、どれだけ見えてきたかってことを、これからね、お話しして、さあ、どうしますってことを、突きつけて、今回の動画を終わりにします。まずね、動画投稿、絶対いりますよね。YouTuber として生きていくのに、動画投稿、頻度の差はあれど、やらずに YouTuber はできません。 これは分かりやすいことですよね。それからね、動画を投稿しようと思ったら、ネタの収集っていうのが必要になってくるんですよ。まあ今となっては私はね、あの、世の中にあるもの全てをネタにできますんで、わざわざネタ収集をするっていう考えはありませんけども、最初はネタがないから、何をネタにしようかなと思ってね、時には街に出てみたり、時には人に会ってみたりとか、様々ネタ探しをしていました。それこそメモ帳を持ってです。それから同じような形ですけども、リサーチ。他の YouTuber さんが何をやってるのか、 今どんなものが受けているのか、そして YouTube の仕組みは新しい仕組みがどんどん生まれてきますけども、ショート動画って何なのかなとかね、ハンドルって何なのかなというような、機能のリサーチとか、それから利用規約のリサーチ、これも非常に必要になってきます。普通サラリーマンしていても、会社の規約なんて読まないでしょ。<laughs> でも、YouTube って利用規約コロコロ変わるんですよね。下手したらアカウントが閉じられちゃいますんで、やっぱりね、リサーチって必要なんですよ。 それからサムネイルの作成これ前回お話しましまたよねサムネイルすごく大事なんですよサムネイルねでもこれもサラリーマン暮らしをしていたら害虫なりまあやらなくても済んだことなんですけどもサムネイルが専門でもないのにやる羽目になっちゃうんですよですんで私たちビジネスマンに専門外はないっていう概念もっと言ったら不得意分野でも勝ちまくっていく売り上げを立て続けるってことが日々求められてるんですよね サムネイルの作成ですえ。そしてロケ。時にはロケが必要です。まあ私いまだにロケしてますね。まあ車でちょっと出かけていって、自分のイメージに合った背景を撮影したりね、動画を撮ってみたりとか、時には場所を移して、えー、トークをしてみたりとかもします。ライブ放送も、うん、それこそ野外で何年間もやっていた時期もありますからね、そういったものがありますね。それからタイトルの作成。うん、やっぱりタイトルでアルゴリズムに拾ってもらわないといけないので、この辺も頭を使わないといけないです。 タイトルはいつでも使えるものもあればその時しかダメなものもあります。トレンドキーワードってやつですよね。そういったものも逐一リサーチすることになります。それから熟成の育成ですよね。まあ YouTube 活動する中でどうしても弟子ってのができてきます。同じように YouTuber になりたいっていう人ですよね。ですので自分が YouTube として YouTube でやっていくことと YouTube でやっていける人を作っていくのはまた別の能力が必要なので まあこれはね、あの、YouTuber をやっていく上で、どっかで考えなくちゃいけないことじゃないですか。もちろん、YouTube の動画を、動画投稿一本でやっていければいいんですけども、なかなかそうもいかないので、人材育成をしながらってことになります。例えて言うとね、私、三味線をやってるんですけども、三味線を演奏することによって得られるギャラっていうのは、とても生活を支えられないんですよ。ですんで、授業料をいただきながら、弟子を育成する。要するに、生徒さんを持つことによって、えー、塾運営の、 収入でやっていくんですよね。これは、書道でもそうですし、そろばんでも同じだと思います。空手でも武道でもそうですけども、その試合で稼ぐだけでは全然足りないんですよね。まあ、ですんで、自分の培った能力を他社に販売する、その技術を売りにすることによって、成長を立てるっていう部分がありますんで、YouTuber <laughs> としてやっていく部分には、どうしても塾運営っていうのは欠かせないと思います。それから、商品作成ですよね。 YouTube で商品を作るってことも必要になってきます。商品作れますか自分で。ね。それから、集客ですよね。やっぱ人を集めるってことができなければ、せっかく商品作っても売れませんからえ。そして商品があって集客ができても、今度ね、販売力、セールスの力がなかったら今度売れませんから。で、あとね、他にもありますよ。実績がなければ、誰も信用してくれません。ですんで、10年間やってきましたとか、100万円稼ぎましたとか、まあ、こういった実績が必要ですよね。で、YouTube は、 幸運なこととに再生数とかチャンネル登録っていうのが見えますんで嘘をつくことができないんですよ。だから、本当に正直な結果が出るなと思ってます。その他ですね、安定した生活っていうのも YouTuber としては、実はね、サラリーマン以上に必要なんですよ。ね、動画が撮れませんでしたとかじゃ済みませんからね。でしかも、自分の代わりに働く人はいません。家族ですら自分の代わりにはできないんですよ。 たこれが YouTuber としてたった一人でやっていくってことの、まあ、厳しさであり楽しさですよね。で、最後なんですけども、最低月収100万。これですよね。これ憧れの金額じゃないです。このぐらいやらないんだったら YouTuber として独立する意味はうまみは全くありません。私たちは何の保証もない世界に飛び込んだんですよ。サラリーマンとしての保護はありません。信用もありません。ですんで、月収100万で終わるんじゃなくて、 もう200万とか300万をね、当たり前のように稼いでいって、それで早期退職。例えば40代の半ばとか、50代の前半とかで、YouTube すらしなくていいようにしていかなければ、結局70とか75歳までずっと YouTube するんですかってことになっちゃいます。じゃあ、どうサラリーマンと違うんですかってことになるんですよ。ですのでやっぱりね、YouTube を仕事にする、YouTuber として活動する中で、最も大きなうまみっていうのは、人よりも早く、 金稼ぎをやめるってことじゃないですかね。で、金稼ぎをやめて、その上で、YouTube 活動が好きなんだったら、それは続ければいいってことになりますけども、そうなった時は、すでにもう自由な YouTube 活動ができるってことになります。お金のためじゃなくてね。でそこを目指すためにやるんだったら、やっぱさすがにね、70代で YouTube 動画投稿してるんですかってことになります。まあ、月収100万ぐらいしか稼げないと、結局、そういうカツカツの YouTuber 人生になっちゃう。 ということでね、参考にしていただけば幸いでございます。えー、今回のことを解決しようと思う方は、やっぱりね、今回はサラリーマン YouTuber のタカさんとかに、あ、違う、サラリーマン YouTuberJ さんでしたね。覆面 YouTuber のタカさんとかにね、えー、まあちょっとおすがりすればよろしいかなっていうところもあります。もちろん、タカさんだけではなくて、様々なところから自主的なリサーチも必要ですけどもね。でも実際、今日、こうしてる間にも、YouTube で家族を支えてるタカさんに、 今度いろいろとね、お話を聞く機会、えー、っと、12月の20日でしたっけ、ね、20日の21時からありますんで、お越しいただければと思います。それでは補足動画以上です。ありがとうございました。